はい、で今日も社長の仕事365日始めていきます。今日は280日目になります。今日は全員が発議できる仕組みを作ろうということです。で今日の話はですね、社員の人からアイデアとか意見を引き出したいと思っている社長はぜひ参考にしていただきたいなと思うんですよね。で、社長であればですね、大体の社員の人からアイデア出してほしいとか意見を欲しいとかってね、思ってると思うんですけども、なかなかそういう土壌ができないと、そういう文化ができないと、いつもこう自分が会議で話してるだけっていうですね、こう一方通行になってる会社が多いんですよね、コミュニケーションが。でそういう会社ってやっぱりワンマン経営になっちゃうし、せっかく社員の人がいいアイデアを持ってても、そうね、会議まで言えないというのは非常にもったいないので、そういうのを変えていく仕組みがあるといいなということなんですよね。で、ちょっと2つの例を出したいなと思うんですけども、1つ目はですね、以前お話ししたかもしれませんけども、いつも引用しているアメリカのザポスっていうですね、靴の通販会社があります。でここはですね、非常に企業文化で有名な会社なんですけども、私たちも昔はですね、毎年のように訪問して、どういうやり方で経営しているのかっていうのをね、ベンチマークしている会社なんですけども、この会社にですね、数年前に行った時に、とある社員の人がですね案内してくれましてですね、で最後にその会社の、運営方法についてなんか質問を受け付けるみたいなことをやってくれたんですね。でその担当してくれた人はですね、もともと内気な人で、あんまりこう自分からこう意見言ったりとかアイデア言わない人だったらしいんですよね。なのでいつも会議とかがあるとですね、自分がこう言いたいことがなかなか言えないと、やっぱり会議の中に声が大きい人がいて、その人の意見ばっかりこういつも言われるので、自分の意見なかなか言えないっていう状況だったらしいんですね。でそれが非常に嫌で、辞めようかなというふうにですね、会社を思っていたらしいんですね。でところがですね、その後にそのザッポスがですね、新しい会議の仕組みを取り入れたんですね。でその新しい会議の仕組みでは、参加者全員に発言の機会が与えられるということで、声が出かかろうが、内気だろうが関係なくですね、一人一人こう意見を言うっていうですね、そういう場を作るような仕組みを変えたんですね。でそしたらですね、その人はちゃんと自分の意見を言えるようになってですね、でそれで、それがきっかけで活躍しだして、今ではチームリーダーになっているというような話を、してくれたんですね。これが一つ、会議を使った全員が発議できる仕組みを作るということですね。でもう一個の例がですね、国内の例で、これはですね、トヨタの例ですね。トヨタの紐っていう例がありましてですね、これ今はもうそうやってやってるのかちょっと分かりませんけれども、そのかつてトヨタの工場ではですね、その作業員の人が自分の持ち場がある、わけですね。でそこに、紐があったらしくてですね、でその紐を引っ張るとその生産ラインを一回止めることができるという紐だったらしいんですね。でどういう時にそれを使うかというと、やっぱり何か問題が起こった時とか、何かこう改善すべき点を見つけた時に、その紐を、引っ張ると、その全ての作業員の人がそういう発議をできるという仕組みがあったらしいです。でこれが、非常にうまく機能したということで、アメリカとかの工場でもですね、非常に称賛されたという話が、あります。アメリカとかの工場では、その作業員が生産ライン止めるなんてありえないという世界なわけですね。作業ラインも絶対止めるなと。なぜなら止めたら止めたで生産性が下がっちゃうんで、ラインは絶対止めずに、作業員はとにかく黙々と作業しようというのが、欧米型のやり方だったわけですね。でも一方でトヨタはやっぱり一人一人の作業員の人たちの現場の声、そしてそこからの改善というのを非常に重視していたので、誰でも紐を引けばですね、発議できる仕組みを持っていたというふうにされています。こういう感じで、今申し上げたのはその会議の仕組みと、あとその生産ラインの話ですけれども、皆さんの会社でこれどういうふうに活用するか分かりませんけれども、全員が発議できる仕組みですよね。もう単に声が大きいか意見が通るとかそういうことじゃなくて、全員が発議できる仕組みを社内に作っていくといいんじゃないかなと思います。というわけで、また明日お会いしたいと思います。